はい、じゃあ続きいきます。とりあえずコンドルのところ行きます。はい、大体の場所は把握したので、コンドルのところ行って一回バトルやってみないとちょっとなんともね感覚がよくわからんということで、まあもういきなり相手の親玉なんだっけ、デストロイヤーだかなんだかね、倒しちゃえばさ、まあ早く終わるんじゃないかなみたいな。で、貴重なそのマテリアももしかしたらもらえるかもよっていう、そこちょっとね気になるところであるから、まあ要はマテリアが欲しいんですけど、単純に。 OK、 いきましょう。どこでしたっけ、結構距離離れてるな。また出たな。やってくること決まってるからねこいつ。よし、いや強いのかね敵、どうなんだろう、司令官は強いのかな。あれどこだったっけ、あーあれだ、出るね。おった、後ろ向いているな。あ、じゃあ後ろ向いてなかった、後ろ向いてるかなと思ったら、おっとなんだ、はやぶさ切りみたいな。よし、ショーダラッシュ、いいね、サマーソルト。いや、ティファ強えな、あの連撃がいいよね、2連撃ってくれるからさ、いいですよね。何よりもスロットが面白いという、スロットが楽しいというね。よし、一回バトルしてみるか。一回寝よう、一回寝てからちょっとバトル入りたいですね。よし、どんなもんなのかね。オッケー、よし寝る。どんなもんなんでしょうな。さあ行きましょう。よし、上だな。あ、違う違う、こっちじゃないわ、こっちはお店だ、こっちだよね。よし、とりあえず500ギルでもいいかな、初めは。準備はできている。10匹程度だ。ビーストの数が多いようなんで、アタッカーを多めに配置した方がいいかもしれないな。いや、そんなこと言われましても。あ、なるほど。あ、もうこれでできんのか。ユニットの配置、アタッカー、ちょっとどういう、勝手がよくわからんからな。とりあえず、バツずれるとこダメなんでしょ。もうアタッカーでいいんじゃないの、アタッカー、はい、ここで、で、はい、アタッカー、アタッカーファイター、はい、もうもうファイター、ファイターですよ。もうヒラいるかな、で、何人置けんのこれ。あ、もう置けないのかな。あ、もう置けないっぽいっすね。あ、置ける、あ、置けるんだ。
はい、まだいける？まだいけんの？あとはもうダメっしょ。なんかあの回復できるやつなんだっけ、リペアラー、これをこう、この辺にも。あ、違う、あーやばい、置いちゃう、ファイター置いちゃった、間違えたな。まあいいや、もうこれでいいんじゃない。はい、ゲーム開始します。ダミーって何？ダミーってなんだ。はい、よし行こう。あー、シミュレーション的な感じか。これ指示出すのかな。あー、すげえ指示出すんだこれ。すごいすごい、面白い、めっちゃ面白いこれ。行動、へー、すごい。よし、ちょっとヒーラーもう一人、ヒーラーもう一人な、欲しいな。いや、これでいいよ。もうこの辺に。オッケー、待機。待機。もうどん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 前に出してきていいんじゃない。いいね。シミュレーション RPG はさ、あんまりやったことないですけど、でも全くやったことないってわけじゃない。過去にはタコ西応援団とかあと何ですか、フロントミッションとかちょっと やってきましたけどもね。はい、いいっすよ。まあいろいろ実況してますけども、面白いねこういうのもね。まあゆくゆくはファイヤーエンブレムとかもやってみたいなとは思ってますけども、まあ、とりあえずこの辺に来るか。さあ敵進軍してきてんじゃない。どっちかというとこっちディフェンスしてる感じだよね。ビースト、司令官来てなくないですか。司令官、まあオッケーだわ。待って、だいたいさ各ポジション2人で守るぐらいの感じでどうよね。えこういう感じでさ、おお、来てるね来てるね。いいですね。さあ守りますよコンドルを。待機、攻撃とかってできないのかな。こっちから攻撃仕掛けたいですけどできないのかな。敵と接触、おお、やってる。もうこれ自動でいくのかな。いや、もうこれ、いや、違う違う、攻撃とかしたいんだけど、あ、できなさそうですね。待機、あ、自動でやってくれてるか。オッケー。あ、もう勝手にやってくれ、勝手に。で、こいつはさどうやって回復してくれんのかな。リペアラー隣に行きゃいいのかな。敵撃破、ナイス。よし、
は援軍に行こう。援軍に。よし、行け。おっと、アタッカー一つ、一人、やられちゃったか？おお、ナイスナイス、いいね。かっこいいね。さあさあ、面白え、これ。いっぱい来てるな、これ。ちょっと。これなかなか大変だな。倒しきれんかもしれんな。しかも時間かかるね、これ結構ね。リペアラ、これ回復は どうやって回復するの、これ。隣にいるだけで癒してくれんのか。そんなバカなだよね。そんなバカなだよな。どうやったら回復してくれんだ、これ。スピード上げるか。スピードアップじゃない。ちょっとこのコマンドがさ、ああ、修理、こういうことか。銃って、銃、ああ、なるほどね。そういう感じで回復してくれるのか。でも数がちょっと明らかに少ないですもんね。ちょっと待て、リペアラ行動。こいつ回復させなきゃダメだな。適当転職。ここ一人だからさ。一人だからね。あー、落ちた。なんてなんか、カラタイマーなりましたよ。カラタイマーなりましたけども。なんて。オッケー。待て。ちょっと操作、敵に侵入された。しまった、入り込んできたぞ。君は頼んだよ。オッケー、任せろ。むしろこっちの方が楽でいいわ。こっちの方が楽だ。やってやるぜ。ほら。よし、結構タフだな。君たち。ほら。いや、でも結構 HP 上がってきましたね。600、600、589。まあ、 HP 1000も4桁も近いかな。いや、タフだな。なかなかに。クイック、グランドアタック。嫌な予感。あ、大丈夫だ。大丈夫でした。オーケー。いったれ、必殺技。すっげえタフだな、お前。本当に。うらっ。なかなかしな。あ、オーケー、ようやくいけた。結構 HP 高かったね。よし。バジリスクの爪。いいね。バジだ、バジ。バジリスク。なんとかしないだな。しかし、信頼は必ずまたやってくる。次はいつ攻めてくるかわからないから、時々見てきてくれよ。イベントバトル。これ何回か繰り返さなきゃダメなんでしょうね。なるほど。いや、もう、やっちゃおうよ、じゃあ。せっかくだからさ。いや、もういいよ。俺、戦うよ。うん。おとなしいようだ。もう十分だ。あ、そっか。あれか。定期的に来なきゃいけねえんだ。集中してやるわけじゃなくて。なんか、イベントの進行具合とか、なんかあんのかな。まああるんだろうな。イベントの進行具合で このイベントを超えたあたりでもう一回来てくださいみたいな、なんかそ
ういうのあるのかな多分ね。まあいいや。よし。じゃあ、何だっけ、ジュノンだっけ。行きましょう。ジュノンボーイ、行きましょう。あの先だよな、岬というか、なんというか。いや、でもね、これね、忘れそうよ、これ。まあ、マテリアがあるからって思えば、まあ、いいのかな。また来れるかな。ストーリーのめり込んでちょっとね忘れちゃわなきゃいいけど。うわめっちゃ効いた。オッケー。よし。ちなみにさ、これ置き去りにしてる仲間って経験値もらえてんのかな。 PHS もらえてんのかな。あー、レベルはでも大体追いついてきてる感じか。経験値もらえてんだろうな多分な。よし行こう。なんだったらクラウド毎回ね戦ってもいいですけどね、あの感じからいくと。うーん、コンドル戦ね。いやでも本当僕あの動物好きだからね、守ってあげたいね、ああいうのはね。うん。破攻撃。これはいいよ。他の敵にも飛び散るから。オーケー。いいじゃない。強いじゃない。よし。さて、まあとりあえずちょっと探索しますか。ここのことなのかな、その港って。違うかな。また曲がいいな、のどかな感じのね、曲がいいですね。ちょっと待って、おばあちゃん邪魔だな。これは、あ、じゃあお店かな、民家かなと思ったけど、武器があったら買っておくれ。オッケー、武器買う金あるかな。あ、まあ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 、あんまりミスリルの腕はだけか。ちょっとお金節約しよう。全くお金がたまらん。マテリアを買うとさ、お金すぐなくなっちゃうから。戦争中に信羅が上の町を作ってからゲホゲホ。上の町、魚もさっぱり取れんわ、海が汚れてしもてな。ふう、なるほど、町を作った。これはだからもともとあった村なんでしょうね。その上に町を作った。これが下に行けそうだけど、なるほどね。ここはどんなところだ。なんだね、あんたたちどこから来たんだい。黒いマントの男を見なかったか。さあ、そんな人とんと見かけんね。なるほど、なんか情報はないっすね。ここは何でしょう。お、何これ。あ、暖炉か。暖炉、あー、いいですね。こうタンスの上にこう布団があるつね、あるみたいな、なんかいいね。いやー、まあでもよくある田舎町みたいな、田舎の村みたいな、なんかそんな感じかな。これ下行くと港の方に行くんじゃないの。あー、ねえイルカさん、イルカいるの。おー、すげえすげえすげえ。いいですねこういうのね。私の名前はね、プーリーシーラ。はい、言ってみて。言えるわけねえだろうが。言えるわけねえだろうが、プリシーラ。あなたたち誰なの？もしかしてシンラの人間？シンラとは相性が悪いな。
というわけなんだ。びっくりするよね、普通ね、この動物があのね、レッドサーティーがいきなり喋ったりとかしたら、うわーみたいな、なんだお前はみたいな、フリシダはそうはならないというね、このね、純粋ですね。信用できないわ、ここから出て行って。なんかよほどひどい目にあったのかな、この村の人たち。まあ、いったな。あれを見て、なに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 、うわ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 、なんだこりゃ。イブカさんが危ない。いやいやいや、危ないって危ないって、やめろって。おい、助けるぞ。クラウドは意外といいやつなんだよ。興味ないね、みたいな感じの雰囲気醸し出しますけどね。こういう時意外とね、いいやつなんですよ。バイオ。サンダー。ファイヤー。うわ、やべ、強い。焼き尽くしてやるぜ。よし、レッドサーティンとか、これ攻撃届く、これ届かねえんじゃね。あ、そうだ、バジリスクの爪ちょっと気になるな。ファイヤー、やっぱ魔法じゃなきゃダメか。ファイヤー、サンダー、ムーンストライク。うわ、いや、ちょっとやばいな。どの辺がムーンなのかな、ちょっとわかりませんけども。ムーン感がちょっとあまりないですけども。月のイメージがね、あんまりないですけど。これ、攻撃届くのかな、これ、ティファ。いける？あ、毒なった。毒なってるっぽいね。いいね。バイオいいな。毒状態にするってのが。ちょっとリミットいくか。あー、ちょっと外した。ちょっと外してしまった。なに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 、なんか泡みたいな。54。あれ、ちょっと動かなくなっちゃってる？キーパー。おいおい、やべえぞやべえぞ。なんか、めちゃくちゃ HP 減ってるんですけど。やばいやばいやばい。ハイポ。ハイポ使ってるか。すんごい勢いで減ってるんですけど、これ。え、これどうすんのこれ。え、殴ればいいのかな。大丈夫？殴れば。いや、ダメだ。殴ってもダメだ。相手に届かない。やばいぞ。やばいぞ。どうするこれは。くそ。いやー、やばい。これはまずい。どうすりゃいいのこれ。時間来たら治んのかな。それとも一回これわざと落とすか。これ落として、あれ？攻撃できる？わざと落として、あー、オッケー、いけたいけたいけた。いや、ちょっとわけわからんっすねこれね。オッケーオッケー。なかなかパワーリスト。オッケー。まいったな。もしかして死んでしまったのか。フリシラ、やばい。お母さんかな。お母さんか。いや、親父だ。親父さんだ。ダメだわい、呼吸しとらん。お、あれじゃ。若いの人工呼吸じゃ。人工呼吸って？ソルジャーそういうの知らんのか。私には無理だな。あ、いや、あの女の子だし。クラウドどうするの。いや、ティファイア貼ってやったらいいじゃねえかこれ。なんだ知らんのか。教えてやるからこっちに来なさい。仕方ない。とにかく息を大きく吸い込んで限界まで息を止める。そしてその息を口打ちするんじゃ。早くするんじゃ。いや、ティファやってやったらいいじゃない。四角ボタンで1回目、呼吸系です。あー、はい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 、オッケーオッケー。いい、行く。え、あ、違う違う違う、ちょっと早かったな。
ダメか。こうか。もう限界まで。ここで、ここじゃない？こういうことですよね。これ何回か続けてれば、復帰してくると。ソルジャーだったらさ、このね、あの休憩救急講座とか、なんか救命救急講座か、なんかそういうのとかやってないのかな。あ、やばい、間違えた、間違えた。間違えた。ねえ、まあ AED とかなんかそういう時代でもないですからね、これ。この、ファイナルファンタジー7のね、この当時はね。OK、どうだ？まだか？人工呼吸だけしても確かダメなんじゃなかったっけ。心臓をマッサージしてあげないとダメなんじゃない。う、うん、あー、よかったよかった。大丈夫かプリシラ。よかった。一つのね、命が救われましたね、これでね。東京 MER ですよ。奥の方とかはこれどうなってんだろう。いけんのかな。死んだ兵、こら、死んだカンパニーのエレベーターだ。うろうろするな。あー、ちょっと先が少ねってか。どうしたらいいんだろうか。これプリシラの家か。すまんな、クラウド君。プリシラは少し休ませなくちゃいかんのじゃ。名前を名乗ってないのになぜ知っている。あ、でもティファクラウドって言ったからが。結局じゃあどうすんの。ここ何もやることないの。あとそういうことなんか。なんか上とかなんとかって言ってたよね。上に町を作ったみたいな。上の町を作った。上ってどういうことなんだろう。あの、エレベーターで登っていけば行けるってことか。あのエレベーターじゃどうやって行くのかな。これでアクセスできないってことでしょ。できないもんね。ちょっと上に行ってみたいけど、ダメなんかな。もう一回行ってみるか。こっち。もう一回行ってみる。なんかこの辺から行けんじゃないの。これ登っていくとかさ、無理か。あ、行けなさそうだな。行けないっすね。こっからちょっと深くなるからってことなんかな。ちょっと困りましたね。どうすっかな。ちょっと次の展開っていうかさ、どうしていいか分かんないよね。次の展開をちょっと見出せないまま今回終わる形になってしまいそうだ。どうしよう。それともここじゃ、今来るべきはここじゃないのかな。こっちも行けねえしな。家入れる？入れないですもんね。いやー、ちょっとわかんないな。いや、ちょっと、あれ、いけない。あ、いけた。もうぶっ飛ばしていっちまったらいいんじゃないの、これ。ダメ？ダメなのか？いやー、ダメか。エレベーターには乗せてくれなさそうだ。となるともう別なとこ行くしかないかな。おばあちゃん、ちょっと入り。おお、何入れてくれんのか。話は聞いてよ。プリシラが世話になったね。プリシラのおばあちゃんかな。
あんたたちも疲れただろう。休むならここを使っておくれ。いいの？え、いいの？ゆっくりしてっておくれ。いいな、この田舎、この田舎感っていいよね、なんかね。田舎に泊まろうじゃないけども、休むのか？うん。一休みしよう。オッケーかな。これでちょっと状況進む？状況変わればいいけど。おっと、そういえば。またあんたか。あんた誰だ？そのうちわかるさ。それより5年前。誰なのこれ？5年前？ニブルヘイム？あの時、ニブル山へ行った時、ティファがガイドだったよな。ああ、驚いたな。でもそれ以外ティファはどこにいたんだろう。さあな。せっかく久しぶりに会えるチャンスだったのに。そうだな。どうして二人きりで会えなかったんだろう。わからない。はっきり覚えてないから。なあ、ティファに聞いてみろよ。ああ。さあ、起きろ。なんだこれ。二重人格的な？ねえ、起きて。起きてったらクラウド。あ、ティファが起こしてくれました。ティファ。俺とセフィロスがニブルヘイムへ行った時、ティファはどこにいた？あったでしょ？それ以外の時間だ。うん。5年前なのに覚えてないわ。ねえ、それより外の様子が変なの。ねえ、早く来てクラウド。なんか、お祭り的な音楽が鳴ってますが。とりあえずセーブしたいっすね。お、なんだなんだなんだ。アイアリス来た。女の子は目を覚ましたらしいの。あ、よかったね。ね、なんだか様子が変でしょ。急に騒がしくなって。なんだなんだなんだ。この騒がしさはシンラと何か関係がある、のかもな。なんだか上の方が騒がしいな。上の方が騒がしい。上にだって行けないもんな。あ、元気になったかな。もう大丈夫なのか。あの、助けてくれてありがとう。よかったよかった。よかったっすな。シンラのやつらと間違えちゃってごめんね。構わないよ。お兄ちゃんにいいものあげる。なになになに。海の守りなのよ。大事にしてね。芝のマテリア召喚じゃねえかこれ。この音楽はなんだ。随分逃げかじゃねえか。これはシンラの新しい社長の歓迎式。あー、なるほどね。リハーサルだと思う。ルーファウス、これは挨拶に行かなくちゃな。ここはね、じいちゃんばあちゃんが子供の頃にはとても綺麗な海岸だったって。でもシンラが上の町を作ってから日も当たらなくなったし、海も汚れちゃって。そんな話を聞いて育ったから、私シンラが憎たらしくてしょうがないの。ルーファウスもここから海を越えるつもりなのかな。あれ、それじゃあセフィロスはもう海を渡っちゃったってこと？そうですね、多分ね。クラウドよ、ルーファウスにとどめを刺さなかったのか。そんなこと言ったって社長だぜ、ね、大手企業の。なんとかして上の町に行きてえな。柱でもよじ登るか。ダメダメ、柱の下は高圧電流が流れてるの。むやみに近づいたら危険よ。お約束。でもイルカさんの力を借りればなんとかなるかな。ちょっと来て。いや、ちょっと待って、セーブしたいのよ。セーブをしたいのよ。高圧電流の柱ね。こういうことはクラウドがうまくやってくれるのよね。なんでもクラウド頼みだよね。そうね、あの子のことはクラウドに任せましょう。任せたぞクラウド。おい、ちょ待てよ。なるほど。芝のマテリアちょっと使ってみたいけど、チョコボ寄せはいらんなもんな。芝いいですね。で、パワーリスト、あの、なんだったっけな、バジリスクの爪さ、装備できないかな、ティファ。まあいいや、とりあえず今回はここまでにしておきたいと思います。次回はじゃあどうなんだろうね。ルーファウスの歓迎式のリハーサル、ちょっと乗り込む形になるのかな。まあちょっとその辺楽しみですけども、はい。あー、もう10時間突破したんだ。早いな。なんかあの気持ちすごく早く感じますね。
はい、ということで今回はここまでにしておきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。